どうもなおちんです。本日もモンハンストーリーズ2やっていきます。チャンネル登録高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ今日は初めての対戦やっていきたいと思います。装備をですねこれでいこうかなと思います。ジークリンデロゼ、これで、毒をね与えていこうかと。うん、毒 16% です。で死毒姫装備でさらに毒の効果を上げていくっていう感じ、どうでしょう。うん、まあ初めての対戦なんでどうなるか分かんないけども、とりあえず戦ってみます。それではお願いします。みんな装備が違うね。初めて、どんな感じなの。タッグしかなかったのよ。ソロがなかった。であれみたいだね、レベルは、こう、なんだろう。自由にできるらしいね。99でもいいし、全員50っていう風にしてもいいみたいだ。どうしよう。何もないな。何もないな。そのまま行くっきゃねえわ。まあ、普通に。はい、変わってきたー。そうかそうか、じゃんけんだからねよくわかんないもんね、何してくるかっていうのがね。おいおいおい、集中攻撃だな集中攻撃だな。まあまあ仕方ないな。はいはい、わお、結構減る。レベルフラットだからね、自分のレベルより低い感じでやっていくんで。どうしよう、回復しないとやばいしね。回復しないとやばいんで、粉塵バッカして回復を入れてみようか。あー、大粉塵入れるのもったいないしな。はい、 OK、これでいきましょう。相手も回復するでしょ。ベノムストライクか、なるほどね。ベノムストライク、これで毒になられたらまずいな。俺も直接攻撃をやってしっかり毒を入れていかないとね。粉塵爆破どうだ、爆破やられなる。ああ、まあまあいいじゃないですか。わお、クリティカル効くね。まあ、ここはいいとしましょうか。多分攻撃してくるだろうな。まだいいか。うん、回復入れる、自分に入れるか。出よう。いや、ここ攻めるべきところでしょ。あ、攻めよう。こっち寝るギガか。回復はちょっと後で取っとこう。うわー、やられとるよ。よっしゃ、猛毒になった。いいね、猛毒入ったよ。わあ、攻撃力高えな。おお、俺ギリギリやられなかった。で俺が大粉塵使うからこれでいいっしょ。相手も爆破やられになってるね。 OK、 で俺が大粉塵使うからそっちはもう攻撃しちゃっていいよ。なかなか相手も強いね。うーん、あー、イグニションフレアいいね。それで
起爆してレウスを倒してくれればいいか。あー変わったか、仕方ない。へー、オータル爆弾、そういうアイテムもあるんだね。へー、オータル爆弾もあるんだ。ハイテンション、くらい、うん、効いたね。よし、いいぞ。ナイスナイスナイス。あー俺がやられた、ごめんよ。でもこれ爆破して、よし、オッケー、いいね。ネルギーが絶対返ってくるもんね。でそっちのやつは大丈夫だな。おおおお、いいね。じゃあ俺が、あーもう使ってるな。うーん、ありがとう。じゃあ俺戦うわ、俺戦いますわ。あ、いや、パワーじゃないな、ミスった。甘いか、どうせ変わった。なかなか動かないね。しゃあ、なかなかいいんじゃない。俺の手をもそろそろ変えとくか。おお、ナイス、いい感じで毒入ったね、素晴らしい。レイヤーに毒、ナイスナイスすぎ。ならここはさ、あーいいね、うん、これでいいわ。これで、え抜けちゃった、そういうこともあるんか。マッスルミード、あーなんか最初のアイテムセットで攻撃的なやつを選んだってことかな。いや真空だ。あーでも俺はそうか、状態異常に強くしてるからあんまりこういうのは効かないってことか。どうだ、あー爆破ダメージぐらいじゃ死なないかな。やばいよ、いいダメージだけどね、すごいいいダメージだけど若干食らっちゃったね。よし、ここで攻めていきたいところ。アイテムなんかない、うーん、回復薬か、いや使わなくても良さそう。うん、まあ一応言っとけ、なんか集中されそうな気がするんだよね。 OK OK、 粉塵爆破いいね。キャラ替えしてこないと相手はやられるから、はい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 、どうだ、ナイスナイスナイス。うーん、俺に攻撃が来たか。さあ、いいよ、あっぶねえ、セーブ、めちゃくちゃあぶねえ。
よし、いいね、オッケー。ここで潰す、潰していっちゃうぜ。 HP3 ギリギリ持ったね、ほんとよかった。いきます。どうなる、これも素早さ順だからね、あっちのナルガはなかなか早いんだ。オッケー、ナイス、全部いったんじゃない。だいぶ火属性ダメージアップさせてるからダメージは高いはず。おーし、よし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 、いいねいいねいいね。バンビーをあと倒せば終わりだ。全体攻撃、おナイス、さすがやね、いいね。よし、初戦勝利です。はい、ということで、初めての対戦勝利しました。次は1対1のところとかやってみたいですね。まあまあとりあえずやっていきますので、チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。